ディノ・サルーシは、アルゼンチン出身のバンドネオン奏者。アストル・ピアソラが築いたヌエボ・タンゴの影響を受け、独自のスタイルを作り上げる。ジャズミュージシャンとも共演し、ECM レコードでソロアルバムを発表している。アルゼンチンのカンポサントで生まれ、7歳の頃にバンドネオンを始めた。その後、ブエノスアイレスのラジオ局のオーケストラで仕事を始める。1973年にはジャズサックス奏者ガトー・バルビエリのアルバム、チャプター1の録音に参加した。1982年にはリト・ビターレと共演し、同年に ECM との契約を得た。1988年録音のアルバム、アンディーナ収録曲のうち3曲は、ジャン・リュック・ゴダールの監督映画、ヌーベルバーグで使用された。1990年、当時タンゴに傾倒していた、アルディメオラの新ユニット、ワールド・シンフォニアに加入し、ワールドシンフォニア、ハートオブジ・イミグランツといったアルバムをリリースした。ありがとうございます。